皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、圧倒的スケールな、こちらの破壊神のフィギュアです。ゴジラ対スペースゴジラ、UA モンスターズ、スペースゴジラ。それでは、サイトへとジャンプ。今回はアミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。 G 細胞から生まれた宇宙怪獣であるスペースゴジラが UA モンスターズシリーズのフィギュアで襲来します。こんにちは、ピュアリーです。1994年公開のゴジラ対スペースゴジラにスペースゴジラという怪獣が出てくるんですけど、ゴジラと酷似した外見をしていて、両肩から背中にかけて水晶状の大きな結晶体を2つ生やした宇宙怪獣です。ビオランテとモスラ戦で宇宙空間に散った G 細胞が、ブラックホールからホワイトホールに放出される過程で、結晶生命体を取り込み異常進化しました。性格は極めて凶暴で非常に高い知能を持ち、バーストーに襲来してゴジラを一時戦闘不能に追い込み、リトルを結晶内に幽閉してしまいます。頭部に生えた黄色いトサカ、口元の両側に生えた牙、背びれの結晶群、尾の先端にある剣状の鋭い結晶体、内臓のような胸部や腹部といった見た目の破壊神です。地球上では急激にエネルギーを消耗するため、肩の結晶剣や無数に作り出した結晶体からエネルギーを恒常的に吸収し、余剰エネルギーを放出して活動します。強化を自ら作り出した結晶体でバトルフィールドにし、ゴジラと G-Force の対 G 超兵器のモデラと対決します。2対1の不利な戦闘であっても、結晶体や重力などを操ることでゴジラとモデラを窮地に追い込みます。しかしエネルギーを集めていた福岡タワーをゴジラとモデラに破壊され、ゴジラのバーンスパイラル熱線を食らい爆発しました。必殺技は不規則な曲線を描いて飛ぶオレンジ色のスペースコロナビームで、ゴジラの放射熱線を上回る威力があります。そんなスペースゴジラが、今度 UA モンスターズシリーズのフィギュアで襲来するみたいなんですよ。宇宙より破壊神がビッグサイズで、あなたの元へと襲来するでしょう。特徴的な角や肩の水晶、4本の牙、結晶状の背びれ群、歯列や腹部の内臓のような器官などスペースゴジラの特徴が忠実に立体化されていますよ。アーサスシリーズならではのリアルで生物的なデティールが再現されています。そんなスペースゴジラが360ミリというビッグサイズでも抜け目なく徹底的に作り込まれ、破壊神の威圧感が演出されています。粉砕玉砕大喝采、咆哮するように口を開け、尻尾を振りかざさんとする造形となっています。今にも周囲を破壊尽くしそうな迫力と躍動感が伝わってくるのではないでしょうか。シリーズ恒例の発光&サウンドギミックも相まって、その佇まいはまさに破壊神の呼び名にふさわしい姿となっています。オロボス、貴様を、全てを。台座のスイッチ音1で迫力ある方向音とともに、角や目や肩の水晶が発光します。スイッチ音2へ切り替えると必殺技であるスペースコロナビームの音声&発光ギミックが発せられます。バトルフィールドとなった福岡での最終決戦などの名シーンが蘇りますね。これが摂理だ。スペースゴジラの体表の質感はリアルに表現され、胸筋や腹部のクリーチャー感のある造形などが宇宙怪獣だと感じさせてくれます。肩や背びれの水晶は発光ギミックが内蔵されているので透け感があり、その美しさに思わず魅了されてしまうかもしれません。破壊神たるスペースゴジラの圧倒的な存在感を放ち、迫力と恐怖があなたに襲いかかると思います。いやだ、俺は負けたくない。内蔵されたサウンドギミックには2種類の方向音、攻撃音、電撃音が収録されています。LED の発光ギミックと合わせることで、まるでスペースゴジラが生きているかのような迫力を味わえるのではないでしょうか。スペースゴジラの迫力やギミックを超ビッグサイズでご堪能ください。おったまげー。こちらのフィギュアは11月に発売です。そしてお値段は 44,990 円です。このフィギュアを手に入れたら、スペースゴジラの圧倒的な迫力を SNS などで自慢しちゃいましょう。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズのアフィリエイトリンクは G
下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければそのアフィリエイトリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。